タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はコンバージ仮面ライダーを紹介したいと思います。コンバージ仮面ライダーね、大人気のシリーズですよね。以前からね、僕気になってたんで、ついにコンバージデビューしました。よろしくお願いします。というわけで、コンバージ仮面ライダーを紹介していきたいと思います。こちらに並べてみましょう。いきます、せーの、はい、よいしょ、来ました。コンバージ仮面ライダーですね。こちらはね、発売日にね、行ってみたらビルドのね、ラビットホームしかなくて、それでね、悔しいなーと思ってたんで、2日後ぐらいにまた行ってみたらね、全ラインナップ揃ってたんで、自分の好きなライダーたちをね、買ってきちゃいました。では順番に紹介していきたいと思います。行ってみましょう。 Go! 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 はい、こちらがね、コンバージ仮面ライダー兜ですね。かっこいいですね。このクロスホーンがあってね、ほんとカブトムシのね、ライダーですよね。ほんとかっこいいですよね。ライダーフォーム、このライダーフォームってね、こちらにね、ちょっと裏面見ますとね、ライダーフォームって書かれてるんですが、マスクドフォームも出るんでしょうかね。それはちょっとね、気になりますがね。どうなんでしょうかね。こちらのね、説明書きはね、ストップさせて、よく見てください。というわけでね、ラインナップが、こちら、仮面ライダービルド、ラビットホーム、そして仮面ライダーローグ、そして仮面ライダーガタック、仮面ライダーアマゾンネオ、仮面ライダーアマゾンアルファとなってます。では、開けてみましょう。ここから開けますよ。さあ、どんな形で入ってるんでしょうかね。おお、あ、かっこいいね。お、かわいいね。やっぱりデフォルメされてるね、感じが出てますよね。はい、こんな感じで入ってました。はい、そしてね、ラムネ菓子も入ってます。ラムネ菓子、毎回のラムネ菓子、食玩買ったら必ず来るラムネ菓子。ラムネ丼ができちゃいますよね。ご飯に乗っけて食べちゃおうかな。うん、おいしい。行こう。もうちょっと実物より大きいものを想像してましたね、僕は。意外とこんなちっちゃいんですね。この台座がね、ちゃんと刻印がされてますね。石森プロ東映バンダイ2018メイドインチャイナで型番が書いてありますね。はい、左足に穴が開いてるんで、そちらに台座を差し込むってことですね。小さいながらすごくかっこいいですね。デフォルメされてるけどもかっこいい。すごくなんか筋肉の表現とかもね、すごくね、しっかりされてますね。ちょっとマッシブ体型な感じで、うん、可愛くていいですね。飾る場所も選ばないですもんね、やっぱりね、こういうね、小さいフィギュアはね、どこに飾ってもいい感じですよね。ベルト部分にまでしっかり塗装がされてますね。ただ難点を言うと、ちょっと細かいところですが、ベルトのね、下のところのね、カブトゼクターがね、ちょっとね、塗装がちょっと塗られてない部分がありますね。赤く塗られてない部分が、そこがちょっと難点ですかね。テカリ具合もいいよね。ちょっとマスカーワールドに比べるとテカリ具合はちょっとね、ないですかね。いいですね、これね、かわいいね。次はガタックです。鏡新が変身する仮面ライダーガタックですね。次回のラインナップはね、ハイパーガタックが出るんですよね。それがかなり楽しみですね。ハイパーガタックといったらね、マスコレでね、もうすごいプレネがついちゃって、もう手に入らないですよね、今ね。それがね、コンバージでね、出るってことですからね。ほんとね、びっくりしちゃいました。楽しみですね。じゃあ開けていこう。よし、おお、これもかっこいいね。あ、これね、ガタックカリバーだっけ、別パーツでね、入ってますね。 いいねこれ。ちょっとやっぱ塗装の色ムラはありますが、ほぼ申し分ないデッキですよね。よくできてますね。いや、いいね、これね。このね、シークレットはね、ちなみにね、ダークカブトなんですよね。あともう一つのシークレットは、そう、アマゾンアルファですね。では、こちらも、こちら、こんな感じで、書いてあります。説明書きがね、こちらも説明書きが書いてあります。では、開けます。せーの。開封が一通り終わったところで、順番によく見ていただきましょう。はい、こちらがね、仮面ライダーカブト、ライダーホームですね。腕がね、やっぱりガッツポーズができるっていうのがいいですよね。こうやってね、首は取れないですね。はい、ガタックもいいよね。かっこいいよね、やっぱりね。メカニカルな感じもしますよね。メタリック調の感じも、塗装のやっぱ輝き感は若干落ちた感じはしますが、でも複眼部分のね、彩色がね、ほんと美麗でね、すごくね、美しいです。ほんとにこれがね、アマゾンネオですね。アマゾンネオね、かっこいいよね。
すごいね、このね、稲妻が走ってるような感じのね、トサカ。それに加えて、メカメカしい感じがね。アマゾンネオはね、このね、洋服みたいな感じになってるんですよね。洋服みたいなスーツでね、ちょっとシャツがね、出てる感じがありますよね。アマゾンアルファですね。この傷がね、やっぱりね、すごいよね。なんか稲妻のような傷ですけどね、やっぱりね。やっぱり似てますよね。ちょっと、稲妻っぽさがね、傷があるってところはね、親子ですからね、この二人はね。はい。後ろの方はね、傷のね、塗装はないんですよね。後ろの方の塗装はね、やっぱりね、省略されてますね。食玩なりって感じですね、やっぱりね。でもこれが540円ぐらいでしょ？まあ、買っちゃうよね、やっぱり。欲しくなっちゃうよね、これね、やっぱりね。飾っておきたいもんね、やっぱりね、こういうのね。はい。ハマっちゃいますね、やっぱりね。というわけでね、ちょっとね、サイズをね、比べてみましょう。はい、というわけでね、コンバージがどれぐらい小さいのかっていうのをね、検証してみたいと思います。まずね、こちら SH フィギュアーズですね。 SH フィギュアーズと比べるともう全然ね、歴然の格差がありますよね。はい、こんな小さいです。これだけ小さいってことが分かりますよね。もう3分の1程度しかないですよね、大きさ的には。そしてマスカワールドと比べるとこんな感じ。はい、マスカワールドと比べるとちょっとやっぱりね、うん、一回りぐらい小さいって感じですかね。まあ台座があるからね、ちょっとそれぞれ台座があるんでね、うん、やっぱりね、先ほども申し上げたんですが、やっぱ飾る場所を選ばないですよね。はい、というわけでね、コンバージ仮面ライダーを紹介してみました。いかがでしたでしょうか。というわけでチャンネル登録、そして高評価、コメントお待ちしております。またお会いしましょう。グーバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。